サワディーカ、トヨラクタイカ。はい、こんにちは、ジョン・ラクタイトヨでございます。今回もご覧いただきまして誠にありがとうございます。10月に入りまして、タイでは間もなく雨季が終わり、乾季に入ります。タイの乾季というのは、雨が少なく、気温も比較的涼しい旅行シーズンでございます。ということでね、この先、秋から冬、春にかけてですね、タイの旅行もう予約してるとかですね、行こうかなって考えてる方も、たくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。ということで、今回は、タイの基本情報というか、タイ旅行に関する基本情報ですかね、こちらの方をお話をさせていただきたいと思います。はい、ですのでね、もうタイ、何回も行ってね、ご存知の方とかは特に必要ないかと思いますけど、特にこれからね、タイ初めて行かれる、また行きたいという方は、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。まずね、このタイという国ですね、国の名前は何というか、私たち普通はタイって言ってるじゃないですか。日本語だと、タイ王国ですね。で、英語だと、キングダム・オブ・タイランドということになりますね。はい。なので、日本人だとタイランドって言ってる方もいらっしゃいますけども、はい。これがね、タイの国の名前なんですけど、では、タイ語でね、タイ、なんて言ってるのか。タイ語では、プラテータイって言うんですけども、これただにタイ国なんですよ。プラテートというのは国なんですね。だタイ国、別にね、王国とかなんとかね、ついてないんですよね。なぜか、不思議なことにっていうかね、面白いことにね。はい。で、一応、日本語でタイ王国、英語で、キングダム・オブ・タイランドって言ってる通り、タイにはね、王様がいらっしゃいます。現在の王様はね、ラーマ、10世という王様なんですけども、この現在のバンコクに王朝を移った、チャックリー王朝、バンコク王朝とかいうんですけどね、それの、10代目の王様でございます。で、現在ね、タイのお金にはすべて、このね、ラーマ10世の、肖像がついてますね。こちらが、これ20バーツ札なんですけどね、こちらが、ラーマ10世の肖像でございます。で、すべてのお金、すべてのコインに、こちらのね、ラーマ10世の肖像がついてます。はい。というとね、ちょっとね、戸惑われる方がいらっしゃるかもしれませんので、一応ね、お伝えしておきます。タイに行くとね、タイバーツ受け取るとね、こういうお札もあります。こういうお札、こちらがラーマ10世ですね。別人ですよね。はい、こちらね、前の王様、ラーマ9世王でございます。このお札は、ラーマ9世の時代に作られたね、お札で、これもね、こちらは、お年を召されてからで、これは結構まだお若い頃のお札なんですけどね、こういう古いお札でも、通用します。使います。ですから、普通にお釣りなんかでもらう時もあるし、お店でね、使っても普通に使えます。国によってはね、何年か前に行った時に取っといたお札も古くて使えませんよっていうね、ことも結構ありますけど、タイは古いお札でも、流通しているものはね、すべて使えます。ただ、今発行されていますお金に関してはすべて、こちらのね、ラーマ10世の、肖像がついてます。はい。ちなみにね、王様いらっしゃいますけど、日本と同じ立憲君主制ですね。政治は、政府が行っております。はい。で、タイの場所ですね。タイの場所っていうのは、インドシナ半島の、中央にございます。で、大雑把ですけどね、簡単に言うと、東がカンボジア、北がラオス、西がミャンマー、南が、マレーシア、こんな感じになっております。もうすべてのね、国、陸路でね、の道がつながってます。日本人もそこを、すべてではないですけどね、外国人通れないというところもありますけど、すべての国に、陸路でもね、日本人、出入国、出入りすることができます。はい。で、そこまでですね、タイまで、日本からタイ行かれる方って、よっぽど、ほとんどすべての方が飛行機で行かれると思いますけども、飛行機で行った場合はね、だいたい飛行時間が6時間でございます。
行きの方がちょっと長くてね、気流の関係で帰りの方がちょっと短いんですけどもね、まあ大体6時間と思っておいていただければよろしいかと思います。はい。でね、まあ飛行機の説明を簡単にさせていただきます。直行便だと日本からタイというのはね、大体6時間でございます。はい。でね、直行便で、ですね、行くのは基本的にね、バンコクですね。以前は成田からチェンマイとかプーケットにタイ航空のね、飛行機が飛んでたんですけども、いつ頃かな、7、8年前か10年ぐらい前かわかんないですけど、その頃にまあそれなくなっちゃいまして、日本からのタイ直行便っていうのはね、すべてバンコク行きしかなくなっちゃいました。はい。ただ、去年、今年かな？今年に入ったからですかね。ベトジェットエアが大阪からチェンマイというのをね、就航いたしまして、まあ、唯一大阪からは直接チェンマイに入ることができます。それ以外はね、バンコクに行って、バンコクから乗り継ぎという形になりますね。はい。で、このバンコクなんですけども、空港がね、2つあるんですね。一つは、前のバンコク国際空港、ドンムアン空港というところがございます。バンコクの街のね、北側にありますね。はい。で、もう一つが新しい空港、十数年前にできました。もうちょっとなるかな、もう。17、8年ぐらいになるかな。スワンナプーム空港というのがございます。まあ、こちらがね、バンコクの、東側にあります。はい。なので、基本的に LCC がドンムアンを使ってます。で、フルサービスのキャリアはドンムアンには就航してないので、スワンナプームですね、使ってます。LCC もね、一部はスワンナプームの方入ってるんですけど、まあ、なのでね、航空券選ぶときはね、どっちの空港かなっていうのを、見ていただいた方がいいと思います。日本人の個人旅行者ですと、空港から列車を利用するとかね、まあ、したいという方が多いと思いますので、まあ、その点ではスワンナプーム空港の方が便利かなと思いますね。エアポートレールリンクっていう、鉄道が、まあ、都心、パイアタイまでね、つながってますので、まあ、そちらの方が便利ですね。ドームワンも、一応鉄道あることはあるんですけど、まあ、あまり、ちょっと便利ではないかなという感じでございます。ただ、空港から、まあ、バスとか、タクシーとかね、利用される方は、ドームワンの方が、バンコクの街には近いですね。まあ、もちろん、泊まるホテルの場所にもよりますけど、まあ、大体タクシーで行くとメーターでね、50バーツぐらい、ドームワンの方が安いかなっていう、まあ、そんな感じ、距離感になります。はい。ですからね、まあ、まだバンコクに、行かれる方はいいんですけども、バンコクから飛行機乗り継いでタイの他の町に行きますよっていうね、場合ですね。まあ、最悪、日本からバンコクに行く飛行機がスワンナプーム空港で、で、バンコクから地方都市に行く場合がドンムアン空港っていうね、場合とか、そういう予約をね、されちゃう方とかね、いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、極力ね、避けた方がいいと思います。まあ、どうしてもそのルートしかないっていうんでしたらしょうがないですけど、もしそういう場合だったら、どうですかね、私だったら、4時間ぐらい見ますかね。うん、4時間見とけば、まあ大丈夫かな。まあただね、それでも飛行機が遅延したりとかね、入国時間かかったりとか、移動の時に渋滞したりとかね、まあそういうことになったりすると、まあ多分4時間でも危ない。安全を見るんだったらもう6時間とかね、そのぐらいの時間を見ないといけなくなりますのでね、飛行機予約される際は、くれぐれもご注意ください。はい。で、あとね、日本から、帯域の直行便に行く場合はそうなんですけども、外国をね、経由していくこともね、もちろんできます。まあ、東アジアで言えば、ソウル、韓国のソウル、台湾の台北ですね。まあ、あと香港、まあ、あと中国の、まあ、いろいろな都市ですね。まあ、北京とか上海とか広州とかですね。あと、東南アジアで行けば、ベトナムのハノイ、ホーチミンとかね、マレーシアのクアラルンプールとか、まあ、あとシンガポールとかございますね。はい。で、まあ、私、これらの、空港で、
乗り継いでタイに行ったこと、まあ、全ての空港あるんですけども、もちろんねメリットとデメリットがございます。まあデメリットの最大のデメリットはやはり時間がかかるということですね。先ほど直行便で6時間と申しましたけど、乗り継ぎで行くと、まあ、やはり9時間とか10時間とかね、そのぐらいはかかったりします。最低でもね。はい。でメリットとしてはやはり一番は何といっても直行便よりね安い航空券がある場合が多いですね。はい。まあそれがやはり最大のメリットですかね。はい。であとですね、まあ地元の空港からバンコク行きっていうのが出てる方はまだいいんですけども、まあそれ以外の方ね、バンコク行き地元から飛んでないよっていう方は、まあ基本的に東京とかに一旦出て乗り継いでいくっていう形になるじゃないですか。まあそうすると、例えば東京で乗り継いでバンコク行きに乗っても、まあどこでもいいんですけど、まあ例えば香港なら香港、地元から香港行きが香港行きあまり出てないかな。まあ、台北なら台北行きが出てますと。じゃ台北で乗り継いで台北から、バンコクに行きますと。まあ、それでもね、乗り継ぎ回数ってね、1回じゃないですか。で、同じ1回なんですけども、同じ1回の乗り継ぎだったら、外国で乗り継いだ方が楽です。はい。というのはですね、外国で乗り継いだ場合は、国際線と国際線の乗り継ぎですね。日本で乗り継ぐ場合は、国内線から国際線。まあ、帰りだったら国際線から国内線の乗り継ぎということになります。まあ、ですので、場合によっては、例えば航空会社が違ったりすると、乗り継ぎのところで、またチェックインし直しとかね、ということもなりますし、国内線と国際線のターミナルの間を移動しないといけないとかね、そういうこともあります。で、帰りの場合でしたらね、もうこれは必ずですね、まあ、例えば乗り継ぎが日本航空から日本航空とか全日空から全日空という乗り継ぎであったとしても、一度日本で入国を審査をして荷物受け取って、で、また、荷物預け直し、チェックインし直しっていうね、形になります。場合によってはね、荷物持ってターミナル間の移動ということがございます。まあでもね、外国で乗り継ぎの場合は、荷物はね、まあ行きだったら、地元の空港で預けて、受け取りがバンコク、帰りだったらバンコクで預けて、受け取りがね、地元の空港。で、乗り継ぎの時はね、降りたら出発買いに行って、自分のね、乗る飛行機のゲートを探して、そこに行けばいいという形ですので、まあ、乗り継ぎ自体は、外国でね、乗り継いだ方がね、非常に楽ですね。まあもちろんね、日本で乗り継げば言葉もわかるし、でも外国だと、まあ不安だなっていう、まあそういう面はありますけどね、まあそれで、が大丈夫だったら外国で乗り継いだ方が、楽じゃないかと思います。はい。ですからね、一度ね、検討してみてください。まあ今だとね、スカイスキャナーとかね、便利なのあるじゃないですか。どこどこからバンコクとか行くとね、乗り継ぎも直行も含めて全部ね、まあ安い順とかで出てくるとかね、そういうのもありますので、ぜひね、ご検討をいただきたいと思います。まああとね、もう一つ便利なのが、まあ先ほど、まあ日本からの直行便っていうのはほとんどバンコクに行ってますって申しましたけど、外国からですと、先ほどね、挙げました、都市からチェンマイ行きとか、プーケット行きとかっていうのがね、出てるんですよ。今はね、ちょっとコロナの影響でどうかわからないんですけど、少なくともコロナ前は、先ほど挙げました都市からチェンマイ行き、プーケット行きっていうのはね、すべての都市から就航しておりました。はい。なので、東京で乗り換えて、バンコクで乗り換えて2回乗り継ぎのやつが、まあ、例えば地元の空港から台北で乗り継いで、もう直接プーケットとかね、そういうルートもできますのでね、はい、一度、見てみていただきたいと、いただければと思います。はい。で、一つ、注意していただきたいところ、ことがございます。まあそのね、航空券、まあ例えばスカイスキャナーならスカイスキャナーでね、当て出ますよね。で、やはり、行きの便を、まあどちらかというとね、重点的に見ると思うんですよ。まず最初に。で、その後、帰りの便ということになるんですけど、
で、行きの便っていうのはね、大体もん、そんな同じような時間で、そんなに変わらないんですよね。日本を、まあ、朝出ます。で、直行便だったら、バンコクに、まあ、3時とか4時とかに着くんですけども、乗り換えをすると、バンコクに着くのが、その日の夕方になりますとか、その日のね、夜になりますとかね。まあ、その程度の違いなんですけども、帰りの便はどこで乗り継ぐかによって、違います。先ほど、東アジア、東南アジアって言いましたけど、東アジアの都市で乗り継ぐ場合は、基本的にね、バンコクを朝出て、日本に、夜到着、まあ夕方か夜到着っていうね、時間帯になります。で、東南アジアの場合ね、東南アジアの場合は、その乗り継ぎのところから日本までが夜行便になるんです。なので、バンコクを夕方出て、乗り継ぎの空港に行って、乗り継ぎの空港を夜出て、日本に朝到着という形になります。はい。で、東アジアの中でも、ま、ですね、ソウルとか、ま、中国とかですね。ま、この場合は、バンコクを朝出て日本に夜帰ってくるっていう便も、航空会社によってあるんですけども、あとですね、その場合は、バンコクから乗り継ぎの空港までが夜行という形になります。そうなるとどうなるかと言いますと、バンコクを出るのが夜、で、朝、乗り継ぎの空港に着きます。もし直行便だったら、同じような時間に出て、日本にはもう朝着いてるんですけど、で、朝乗り継ぎの空港に着いて、で、そこの朝、まあ、ないし、午前に日本行きの飛行機に乗って、日本に到着するのが、まあ、午前中、昼前とかね、まあ、場合によっては昼過ぎぐらいとかね、まあ、そういう時間帯になりますので、乗り継ぎがね、どこを乗り継いでいくかによってね、帰りはちょっとね、時間帯が、変わってきますのでね、まあ、その辺、よく、注意していただきたいと思います。はい。で、時差ですね。時差、日本とタイの間には2時間ございます。タイの方がね、2時間遅いです。ですから、日本が、タイがお昼の12時。タイがお昼の12時の場合は、日本は午後2時でございます。はい。日本が、朝になってね、朝皆さん起きました。朝7時。朝7時の時にタイはっていうと、まだね、夜明け前の5時でございます。まだね、もうおそらく皆さんまだ寝てますよね。はい。まあ、そんなね、時間感覚になります。はい。ではね、タイの国土についてですね。はい。タイの国土面積は日本の 1.4 倍ほどになります。で、人口ですね。人口は、今、いくつなのかな6500万人から増えて7000までは行ってないはずですね。まあ、の6000万人台のね、後半ぐらいの感じでございます。まあ、ですからね、感覚的には日本よりちょっと広い国土に日本の半分ぐらいのね、人が住んでるという感じになります。まあ、ただね、実際私たち行ってみると、まあ、おそらくね、もっと少ないんじゃないかなっていう感覚になるんじゃないかと思います。というのはですね、日本というのは、まあ、田舎に行ってもね、まあ、地方に行って、人口が少ないところに行っても、一軒家というかね、なんかポツンポツンポツンって家があったりとかするじゃないですか。タイは基本的にね、そういうことっていうのはね、ほとんどないんですね。はい。もう家っていうのはもう集落で固まってて、その他は、まあ、田んぼとか畑とかという感じになります。ですので、まあ、例えばね、電車とかバスとかなんかで移動するじゃないですか。まあ、そうすると、まあ、ある町がありました。で、出ました。町出たらもうずっと、まあ、田んぼとか畑とか何もないところが続いてます。で、また次の、集落がありました。で、そこの集落を出るとまた何もないところが続いてますみたいなね。そんな感じでございます。まあ、これはやっぱり日本とね、状況が違うというか、やはり、隣のね、国と陸続きですのでね、まあ、昔は、攻め込まれたりとかね、まあ、そういうこともあって、まあ、集落はもう固まってるっていうね、まあ、そんなことじゃないかと思います。はい。
で、このね、集落っていうのを、タイ語で、ムアンっていうんですね。まあ、ドンムアン空港、先ほどドンムアン空港って言いましたけど、ドンムアン空港のムアンもそのムアンなん、ドンっていうのとムアン、特別ではドンムアンなんですけども、そのね、ムアンっていうのがこのね、集落を意味します。で、タイっていうのは、まあ、もともとね、このムアンの、集まったのが、タイという国、まあ、そのムアンを、束ねた、まあ、力で束ねた国が、まあ、タイというね、感じですね。まあ、ですから、イメージ的にはどうなんでしょうかね。卑弥呼とかね、そんな時代の感じになると近いのかもしれないですね。はい。で、それがね、ムアンっていうんですけども、で、先ほど申しました、タイの国ってね、タイ語でプラテータイって言いましたよね。プラテータイというのはプラテータは国で、タイはタイなんですけども、今でも、プラテータイというよりは、まあ、書類とかね、ちゃんとした正式文書ではプラテータイなんですけども、一般に人々が使う国はムアンタイです。ムアンタイ。今でもね、プラテータイって言って、まあ、例えばメールとかなんかでもね、来たことは本当少ないですね。通常は、ムアンタイですね。なんか聞かれる時もね、もらいちゃまムアンタイ。次タイいつ来るのって言ってね。まあ、よく聞かれるんですけど、まあ、基本ほとんどがムアンタイです。はい。なので、日本っていうのは、まあ、これ多分日本が特殊なのかなっていう感じがするんですけど、日本って国のこと国家っていうじゃないですか。国が一つの家なんですよね。多分他の国そんな考えはないんじゃないかなと思います。私たちは子供の頃、テレビ CM でね、世界は一家、人類皆兄弟って CM やってましたよね。ある程度のお年の方なら覚えてらっしゃるかと思いますけど。なので、もう国が一つの家。ということは、その家の中にはね、壁はないというね、まあ、ことなんですけども、タイの場合は、まあ、ムアン。それぞれのムアンがあるということでね。なので、もう根本的に日本と、日本人とタイ人のね、考え方の根底っていうんですかね。まあそういうものは、全く違うと思っておいた方がいいと思います。まあこれ別にタイ人じゃなくてもね、外国に、他の外国の方でもそうですけどね、まあ日本人とは基本的に違う考え、まあ違う思考回路というかね、思ってるもんだと思ってね、まあお互いを理解、お互いを尊重して理解することがね、必要かなと思います。やっぱよくね、聞きますよね。日本人とタイ人。揉めるというかね。まあ、特に日本人男性とタイ人女性というケースが多いですけどもね。もともと違うものなんで、まあ、相手はそういうもんだと理解して自分で納得するしか方法はないんじゃないかなとね、思いますけども、まあ、そういう、ことがございます。はい、ですね。そこのね、タイにいる人。人種っていうのかな。何人がいるかというと、タイ人でございます。タイにいるのはタイ人です。100% タイ人です。はい。100% タイ人っていうとね、いや、そんなことねえだろうと思うじゃないですか。実は 100% タイ人なんですよ、本当に。はい。タイという国は、まあもちろんね、タイ族、基本となるね、タイ族っていうのがいますね。で、あと、まあ皆さん、タイに行かれた方とかね、ならご存知かと思いますけど、まあ華僑の方もね、相当数いらっしゃいます。で、あと、まあ隣国のね、まあラオス系の方だとか、カンボジア系の方だとかね、南の方に行けば、まあマレーシア系の方とかね、まあいろんなね、方々いらっしゃいます。でも、タイというのは、基本的に、タイで生まれた人はみんなタイ人なんですよ。ですから、日本人でも、タイに住んでる方っていらっしゃるじゃないですか。まあ、あと、タイに駐在で行って、その間にタイで生まれた、お子さんとかですね。お父さんが日本人、お母さんが、日本人。子供は 100% 日本人、国籍も日本国籍。でも、一応タイの中ではタイ人ということになるんですよ。まあ、そういう状態なので、100%、タイ人です。
まあそういう元から、いろいろあってね、そういうことになったみたいです。タイにね、ご存知の方も多いかと思います、中華街やわらという場所がありますね。まあそういうああいうところなにかに華僑の方っていうのが、まあ何百年か前にね、来て、住んでいます。まあ相当な数のね。でやっぱりその現地の人と入ってきた華僑の方ってね、まあ、やっぱりね、いざこざっていうのが問題起きますよね、いろいろ。マレーシアなんかね、やっぱりそれが元でね、シンガポール国独立しちゃいましたしね、独立か分離しちゃいましたしね、国が。で、タイというのは、まあもちろん全くなかったってことはないでしょうけど、結構ね、そういう問題というのは起きなかったらしいですね。はい。で、やはり、その、タイ人側、タイ人側もその入ってきた人種の違う華僑の人たちをやっぱり同じタイ人としてね、受け入れて、でその来たタイ人、華僑の人たちもそう受け入れられて、まあ自分はたちはタイ人と一緒に同化してというかね、まあ協力してやっていきましょうみたいなね、そんなことがあって、このタイ人と華僑のね、いざこざっていうんですかね。まあそれはね、比較的少なかったそうです。まあタイ族自体がね、もともと中国の方からね、やってきたとか言われてますしね。はい。まあただね、最近はそうでも、ないみたいですね。その昔からいる華僑の方とは別に、最近新しく入ってきた、まあ中国からね、移民してきた人、まあ新華僑とか言われてるみたいなんですけど、そういう人たちはね、まあやっぱり、同化しないみたいで、中国独自の、ね、自分たちのコミュニティ作って、自分たちの、習慣でね、やっていくみたいで、まあいろいろとね、問題が起きてるとかってね、聞きますけど、昔はそうだった、ということみたいでございます。はい。で、続きましてね、宗教でございます。宗教はですね、仏教ですね。基本が仏教でございます。で、まあ仏教がね、 90% とか 95% とかって言ってね、言われてますけど、まあ、私の感じではそこまで仏教多くないんじゃないかなっていう感じがしますね。はい。というのはイスラム教の方が結構いるんですよ。もう南部の方は大半がイスラム教。で、バンコクとかね、周辺にもね、イスラム教の方ってね、相当数いらっしゃるんですね。なので、おそらく 90% はないんじゃないかな。80とか85じゃないかなと思いますけどね。まあ基本は、大半は、仏教でございます。で、キリスト教、は、ほとんどいないと思います。ゼロではないと思いますけど、キリスト教の方っていうのは、私も会ったことがないですね。今までタイ人に、まあ何万人か何十万人か分かんないんですけど、タイ人会ってますけど、言わないだけかもしれないですけど、キリスト教だって言われたりとか、まあ明らかにキリスト教っぽい。まあそういう、行動とかね。まあそういうのとか、されてる方っていうのは、まあ今までね、私は一人も会ったことがありません。で、キリスト教系のね、学校っていうのはね、あるんですよ。まあ有名なところですと、アサンプションとかね。で、アサンプション卒業した子とかも、まあ何人か、知り合いますけど、キリスト教では、ね、見るからにないですね。はい。なので、まあ、いなくはないでしょうけど、キリスト教っていうのはね、ほとんど、まあ、いないと思っていただいてもよろしいんじゃないかと思います。はい。で、仏教ですね。仏教は日本と違うね、上座部仏教でございますね。お坊様は、まあ、皆さんね、ご覧になったことあると思いますけど、これ、このね、色の、衣を着てます。まあ、これね、本物です。私が、出家してた時にね、使ってたものです。必ずね、この色の布を巻いています。これは、これかな？
これはね、多分皆さんが目にする、坊主様がね、こう、外出るときにね、着てる布ですね。はい。で、中にはね、よく詐欺被害っていうんですかね。まあ、時々、ネット上で目にしたりするんですけど、坊様に騙されたっていうね、いう話があるじゃないですか。で、お坊様っていうのはね、100% この色の布をつけてます。これ以外の人は一人もいません。絶対にいません。なぜなら、この色しか身につけてはいけないからです。なんでね、例えば袋とかね、袋とかでもこんなんですね。はい。なので、ひょっとしたらね、単に、つるっぱげだけの人がね、私は僧侶だとか言ってね、まああなたにみたいな、特別にみたいな、声かけてきたりするかもしれませんけど、そういう人は、偽物でございます。絶対にね、この色の、ものをね、着ております。はい。で、あと、まあこれもね、ネットで何度か見たことあるんですけど、なんかトゥクトゥクのうんちゃんに連れられてったら、お坊様が、いて、そのお坊様が、なんか宝石かなんかわかんないけど、安く譲ってくれるとかね、まあそんなような話とかかな、まあ見たことがあります、何度か。で、それもね、嘘ですね、偽物ですね。はい。なんでね、嘘かってわかると、お坊様というのは、お金に触れてはいけません。お金に触れちゃいけないんですよ。本来は。今はね、そうでもないです。まあ、そう言ってもね、触れずにっていうのはね、難しいので、今はね、まあ、例えばね、短文、まあ、これその時にもらった短文でいただいたものなんですけども、まあ、これね、短文でね、お金いただくこともありますしね、宅発に行くと、この鉢の中にね、食べ物とかじゃなくてね、お金入れてくれる方もいらっしゃいます。まあ、なのでね、今のこの世の中に物理的にね、お金に全く、触れないというのはね、なかなか難しい。まあ、このね、半分の袋の中には、こう、100バスだとかね、入ってますね。はい。で、なかなかね、物理的に難しいですし、私も、ね、これを着て買い物をしたことあります。はい、なので、まあ今はね、お金に触れてはいけないということはないんですけど、そういうお金に触れてはいけないというね、戒律があるのに、そんなね、金に絡むね、儲け話というかね、そんなことをするのはね、ありえない。うん、ありえないか、ありえないですね。まあ中にはいますよ、そういうことやって、なんか、話題になってる僧侶っていうのは、時々ニュースに出てきますけど、基本的にはありえないです。はい、なので、まあ皆様がね、どっか変なところ連れられて、こういうものを身につけた人に、なんか金に関する話をされた、金が絡むね、お話をされたとしても、それは絶対に嘘でございます。見てるとね、いや、お坊様が言うことだから本当なんだろうって言ってね、書かれて、それを見たことありますけど、お坊様が言うことは本当かもしれないですけど、その人はお坊様ではありませんのでね。はい。ですのでね、絶対にそういうことはないということだけね、頭に入れておいてください。はい。で、続きまして、タイで使われている言語でございます。タイで使われている言語は、タイ語でございます。はい。で、タイ語なんですが、まあ旅行に行かれる際はね、英語で十分です。英語でね、タイは英語通じます。なので、まあ基本英語が話せれば大丈夫でございます。そう言うとね、タイ人英語できるのかってね、思われるかもしれません。はっきり言っておきます。タイ人英語ね、むちゃくちゃ下手ですよ。日本人の平均の、まあ英語レベルがこのぐらいとしたら、もうタイ人の英語レベルってね、はるかに下ですね。はい。だけど、タイ人はね、まあ、本当に英語わからないという方はダメですけど、まあ、例えば、私たち日本人が旅行に行って、まあ、なんかお店とかね、大体、
タイ人と喋るときってね、今やってる場合じゃないですか。で、そういう場合ですね。まあ、例えば、露店のおじちゃんおばちゃんですよね。その方とも英語でね、会話できます。その方々がどれだけ英語を話せるかわかりませんけど、まあ、ほとんど話せないと思いますけど、少なくとも、自分がね、売ってる商品を売り買いするぐらいの英語の会話はできます。なので、で、まあ、物だったらね、店だったら、まあ、最悪ね、これとかね、言えばいいと思いますし、まあ、もちろん、込み入った話とか無理だと思いますけど、はい。まあ、ですのでね、その売り買いとかね、するぐらいにはね、まあ、英語で全然大丈夫でございます。はい。なのでね、まあ、タイ語、覚えるとしたらね、まあ、挨拶の言葉ですね、サワディですね、サワディ。と、男性だったらサワディクラ、女性だったらサワディカーですね。あと、ありがとうですね。コップくんですね。コップくん。男性だったらコップくんクラップ。女性だったらコップくんカーですね。まあ、この二つね、覚えとけば、まあ、ほぼ、タイでは8割型タイ語が話せたに等しいぐらいのね、効果はあると思います。なのでね、覚えるんであれば、サワディとコップくん。まあ、この二つね、覚えてタイに行ってください。はい。で、まあ、こんなこと言うとね、結構、タイは英語通じないっていうのをね、ネット上でもよく見るんですよ。で、まあ、タイ人は英語が話せないから英語は通じないって言ってね、結構書かれてるんですよ。タイ人は英語ができないっていうのは、先ほど言いましたより、ように、まあ、それは正しいです。でも、通じないのは、まあ私もちろんその場にね、行ってね、なんていうどういうやり取りをしてたか聞いてたわけじゃないので、わかりませんけど、まあ推測するからに、通じなかったのは英語ではないですね。はい。というのはですね、日本語とタイ語っていうのはですね、もう真反対ぐらい、全く違う言葉なんですよね。なので、まあ日本人の方が、英語で話したとします。エメラルド寺院。タイで、まあ、最も有名な観光地と言っていい、エメラルド寺院でございます。こちら、タイ語で、Wat Prakeo と言いますね。Wat Prakeo。で、日本人、じゃあ日本人はね、その、Wat Prakeo、エメラルド寺院をね、どうやってね、覚えてますか？まあ、普通の方はね、カタカナで覚えてますよね。Wat Prakeo。ワットプラケオって言ってね、覚えてますよね。で、人によってはね、結構、ワットプラケオって言ってね、言う方もいらっしゃいますよね。ワットプラケオ。タイ語では、ワットプラケオです。で、日本語で、ワットプラケオって言ったとします。まあ、タクシーとかね、の運転手さんに、ワットプラケオに行きたい。ワットプラケオっていうのは、プラケオ寺院です。プラケーヨという名前のお寺です。プラケーヨです。ワットプラケオ。ワットプラケオっていうのは、トプラケオっていう名前のお寺なんですよ。タイ語で聞くと。トプラケオ。プラケーヨとトプラケオ。これ、わからなくてもね、しょうがないと思いませんか？もう全然違いますよね。え？トプラケオっていう寺なんかどこだっていうね、なりますよ。タイ人から聞いたら。はい。でも、日本人から見たら、いや、ワットプラケオなんて知らないはずがないんだから、これ通じないのは、タイ人が英語できないから通じないんだ。まあ、それは思ってもね、仕方ないと思いますけど、多分ですよ、もちろん。多分ですけど、通じてないのは英語じゃなくて、カタカナ語だと思います。はい。なのでね、まあ私の、動画をご覧になっていただいている方ね、例えばテロップでもね、なんかこいつ、なんか違う、変なね、呼び方で書いてるなって言ってね、思われてる方も、いらっしゃるかと思います。私なんでね、あれで、ああいう書き方をしてるかというと、
まあ、中にはね、なんかタイ語ができるの自慢してるみたいでね、コメントを以前いただいたこともありますけども、私がここで使わせていただいてる、テロップの、まあ、地名とかですね、まあ、そういうのっていうのは、日本人が、そのカタカナを、まあ、私が書いたカタカナを、普通にカタカナ読みしたときに、最もタイ語の発音に近くなるようなカタカナで書かせていただいてます。それはどういうことかと言いますと、まあ、例えば、ワットバケオなら、ワットバケオ。ワットバケオのタイ語の文字を、そのままカタカナにした文字。で、さらに、そのタイ語の文字をカタカナにしたというと、タイ語でこう話すと、こう聞こえるっていうね、文字があるんですよね。まあ、特に無声音っていうんですけど、その言葉を、こう聞こえるから、カタカナでこう書きました。でも、タイ語を知らない方がそのカタカナ語を、そのまま普通にカタカナ語を読みしたら、全然違う音になる。みたいなね、ことはあるんですよ。まあ、なので、そのカタカナを普通に日本人的にカタカナ語を読みしたときに、タイ語に近くなる。というね、書き方をさせていただいてます。もちろんね、日本人が使う言い方で書いたりした方が、当然アクセス的にはね、伸びるのは分かってるんですけども、まあ私の動画では、まあ皆さんがタイに行った時にね、少しでも役に立つようにということを、まあもちろんアクセス数は増えてほしいんですけど、そちらの、まあそれよりね、まあ上の目標というかね、目的にしてますのでね、そのような、形にさせていただいてます。はい。で、まあね、ちょっと余談になりますけど、私、先日ですね、ポーランドに行ってきました。で、今、ちょっとポーランドの動画も合間に投稿させていただいてるんですけども、で、ポーランドに行ったら、やっぱりね、私は、そのポーランドの地名っていうのを、そのカタカナのポーランドの地名で覚えてるわけじゃないですか。もう全然通じないです。この電車の乗ってそこまで切符買いたいとか言っても、全然通じないですね。はい。で、まあ、例えば、ポーランドの首都、ワルシャワですよね。私たちは、ワルシャワって言ってるじゃないですか。で、当然、カタカナでワルシャワって書いて、その、カタカナのワルシャワをそのまま読んで、ワルシャワって言ってますよね。で、英語だと、なんだ、ワルソーみたいな、感じかな。ワルソーだから、なんかそんなような感じなんです。なので、まあ、ワルシャワに行くときはね、まあ私はワルソーって言ってたんで、切符買えたんですけど、その他のね、都市に行くときは、そんな英語でなんて言うかも知らないですし、普通にカタカナで言ったらもうほんと通じなかったです。で、ポーランド語だと、またね、ちょっとなんだったかな、ちょっと忘れちゃったけどね、アクセントが違うんですね。はい。で、ちなみに、タイ語でワルシャワのことは、なんて言うか、タイ語だと、ウォーソーです。ウォーソー。これがワルシャワです。ですから、ウォーソーとワルシャワ。これね、聞いてね、二つ聞いてね、まあ同じ場所だと思わないですよね。ウォーソーとワルシャワは。まあね、まあそんな状況です。そんな状況なので、タイに行ってどこどこ行きたいって言ってね、カタカナ読みで行っても、まあ、通じなくてもしょうがないよねっていうね。まあ、そういう形でございます。まあ、なのでね、それだけね、注意してください。なのでね、まあ、どっか行きたいとかいうときはね、難しいかもしれないですけど、食事とかだったらね、食事とか買い物だったらもう、指差しとかで行けますからね、これ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 って言って。はい。なので、まあ、英語でね、大丈夫だと思います。地名とかね、この施設名とか、タイ語でどういうかっていうのを動画でちょっと作ろうかなとも思ってるんですけど、需要があれば作ろうかなと思ってるんですけど、どうかなと、まだ作ってないんですけどね。はい。で、そんな感じですね。まあ、それが言葉でございます。
はい。でね、続きまして、通貨。通貨についてお話をさせていただきます。まあ、これはね、まあ、先ほど、お見せしましたけど、20バーツですね。20バーツ通貨でございます。で、最近は、まあ、円がね、非常に安いので、このバーツっていうのが1バーツ 4.1 とか 4.2 とかぐらいになってるのかな。うん、まあでもね、まあ大体4円ぐらいの換算で、いちいちね 4.1 とかかけるのめんどくさいんでね、まあ4円ぐらいというかね、感覚でいていただければいいと思います。まあですから、まあこの20バーツでしたら日本円にすれば、まあ80円ちょっとぐらいという感じですね。はい。で、ね、このバーツ、バーツって言うんですけども、バーツの下に、サタンという単位がございます。サタン。日本でもね、円の下に線ってあるじゃないですか。で、線ってありますけど、実際は存在しないですよね。私たち、例えば50銭硬貨とかって持ったことないですよね。普段の日常の生活の中で見たこともないですよね。でも、タイっていうのは、サタンっていうのがね、まだ存在するんですよ。まあまあないと思っていただいてもいいんですけど、実質。ただ実際にはね、ありまして、例えば、スーパーマーケットとか、あとセブンイレブン、まあ、タイに行ったら、まあおそらくほとんどの方が一度はお世話になると思うんですけど、セブンイレブンとかね、スーパーマーケットとか行くと、値段のところにね、まあ例えば100バーツなら100じゃないですか。だけど、100.00 とか書いてあるんですよね。これは100バーツ0サタンなんですよ。で、実際にそういうところに行くと、25サタンとかね、何バーツ25サタンとかね、何バーツ75サタンとかね、そういうものもございます。はい。なのでね、まあ、お金払うとね、そのちっちゃいコインがね、お釣りで返ってくることもあります。ちなみにここ、あ、これあります。こうありますけどね、ほんと豆粒みたいな、これ。これがね、25サタンです。50サタンっていうのもあるんです。50サタン、今ちょっとここにないな。50サタンっていう効果もあるんですけどね、すごい小さいですよ。どのぐらい小さいかというと、このバーツのコインの中で、一番小さいバーツっていうのが、まあもちろん1バーツっていうのがね、一番小さいです。これ日本の1円玉と同じぐらいかな。ちょっと小さいかな、日本の1円玉よりも。これが1バーツです。で、これが、25サタンです。こう比べてみるとね、こう見えますかね。こんな違います。こんな違います。はい。なのでね、まあ、25サタンとかね、いう商品を買うと、お釣りでね、こんなものがね、返ってきたりします。まあ、ただ、実際、ほとんどね、まあ、大体皆さんが目にするのは、セブンイレブンとかかな。とスーパーマーケットぐらいかな。他のところはね、そんな何サタンとかっていうのは基本ございませんけどね。はい。で、お金の、お話になりましたが、じゃあお金に関してね、まああとね、両替ですね。はい。両替についてでございます。基本的に、まあ両替はタイでされた方がいいと思います。で、大体ね、その日本で両替なんか、するもんじゃないみたいな、ことを、まあ、例えば YouTuber でね、投稿されている方も、まあ、ほとんどの方がね、日本で両替なんか、しないでみたいなことを、投稿を、していると思います。私はね、別に日本でね、両替したらダメだとは思わないです。というのはね、まあ、やっぱり、初めて行く年とかでね、不安がある場合に、安心料ですね、現地の通貨を持っていない現地で両替できるだろうかどうかっていうね、不安を持ってその外国に行くっていうのはね、いろんな、リスクもございます。まあ、ですからね、日本であらかじめ両替を、していっていただいてもよろしいかと思います。ただしですよ。両替をする額は、まあ、5000円ぐらいあれば十分ですね。はい。5000もあれば十分です。まあまあまあ最悪でも1万円。はい。5000円なり1万円なりを、両替してください。で、タイに行ってからね、残りの必要な通貨を、両替をしてください。
まあ日本円からね、体罰に両替をできない両替者っていうのはね、まずないと思います。はい。どこでも両替できます。で、ね、外国行ってね、両替できるかなって言ってね、心配になるじゃないですか、知らない方は。日本でね、じゃあ例えば米ドルから日本円、まあ日本円から米ドルでもいいですけど、両替しようと思ったらね、なかなかできないですよね。ちょっと大きな銀行に行かなきゃいけないとかね。場合によってはあらかじめ、なんか予約しとかなきゃいけないとかね、っていうのあるじゃないですか、日本の場合だと。まあそれを考えると、外国で両替できるかって心配になるかと思いますけど、まあタイはね、もう田舎に行きゃ別ですよ。そこそこの都市であれば、両替所はたくさんあります。で、日本人が行かれるのは、まあ、大体ね、バンコクか、パタヤか、まあ、プーケットか、チェンマイか、ぐらいじゃないですか。初めての方が行かれる方っていうところといったようなね。まあ、そういうところの街中っていうのはね、両替所っていうのは、たくさんあります。で、銀行系とか、まあ、ちょっとね、オフィスっぽい感じのところだと、やっぱり夕方の6時に、閉まったりするところもありますけども、まあ中には10時、11時ぐらいとかまでね、やってる、両替所もありますし、ですから、まあ歩いてればね、街の中、エクスチェンジって書いてあるところっていうのはね、たくさん見かけると思いますので、両替できるかできないかという心配をしていただくことはまずないと思います。はい。まあですから、まあ両替をされるのであれば、本当にね、5000円とかね、最低限、緊急用みたいな感じで。まあ、それだけ日本で両替をしていただいて、あとはタイで両替をしてください。はい。で、まあ、その街の中で両替するって言っても、やっぱりレートっていうのがね、若干ね、違いますね。やっぱりね、ホテルの中、まあ、あと空港のターミナルの中とかね、そういうところは、レートはやはり悪いので、緊急の場合ですね、非常時の場合は、ホテルとか空港の中とかで両替されても、まあそれは仕方ないと思うんですが、まあ基本的にはね、街の中で、両替をしてください。ここの両替所がレートがいいですよっていうのはね、まあそういうの、まあバンコクなんかだと、紹介してる動画上げてらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますので、まあそういうのね、ご覧にいただいて、ければよろしいんじゃないかと思います。まあ、ただ言ってもね、何十万何百万とか買えるんだったらまだしも、その何万円 ?2、3万円とかぐらい買えるんだったら、それほどね、違いはあるとは思わないので、うん、まあ、見かけたところでね、いいんじゃないかな。5万円以下の両替だったらね、まあ、私はね、その方が、そこまでわざわざ行く手間とかよりも、近くのところで両替をした方がね、安いんじゃないかなと思います。続きまして、タイの気候についてね、説明をさせていただきます。タイの気候と申しますと、まあ、私よく言われるんですけどね、タイに行ったことない方から、タイって一年中暑いんでしょうって言ってね、言われますね。はい、まあ私はね、いや、そんなことないよってね。いや、タイでも暑い時期と、あまり暑くない時期と、ものすごく暑い時期がね、ありますって言ってね、答えてますけど、はい。ね、外国に旅行行かれる方ね、皆さんご覧になった方、いらっしゃるんじゃないかと思います。まあ、ある都市のね、月別の平均気温と平均降雨量みたいなのが出てですね。で、日本の場合だと、まあ、冬寒くて夏暑いのでね、まあ、こんな感じのグラフになってるじゃないですか。でも、タイの場合は、まあ大体ね30度ぐらいのところはねずっと一年中こんな感じになってるっていうね。はい。なんでね、まあそれを見るともう一年中いつも暑いみたいなね、感じがあると思うんですけども、実際行ってみるとね、あのグラフ以上に温度差っていうのは感じます。はい。で、タイの気候にはね3つあります。雨の降る雨季ですね。あと雨の降らない乾季、それと、暑い時期、暑い季節と書いて初期って言うんですけどね。この三つがございます。初期っていうのは、まあ、雨季か乾季かって言ったら、乾季の中の、その中でも特に、暑い時期を初期って言ってね、区別されてるんですけど、まあ、この三つですね。はい。では、まず、初期。暑いのはいつか。ここから説明していきたいと思います。
皆さんね、タイの旧正月って、聞いた方もいらっしゃるかと思います。ソンクランですね。はい。このね、ソンクランっていうのは、毎年4月の13日ってね、決められてます。で、この4月の13日、ソンクランのあたりが一番暑い時期と言われてます。で、そこを頂点として、前1ヶ月、後ろ1ヶ月。まあ、このぐらいがね、特に暑い時期ですね。3月の中旬ぐらいから、まあ、5月の、まあ、ゴールデンウィークぐらいですかね。まあ、そのぐらいが特に暑い時期です。ですから、まあ、カレンダー的には3、4、5月ぐらいがね、初期ってなってると思いますけどもね。はい。で、初期が終わりますと、次は雨季になります。5月の終わりぐらいから、10月の下旬ぐらいですかね。はい。その頃がね、5ヶ月ぐらい雨季でございます。で、雨季5ヶ月といっても、ずっとね、まあ同じように降ってるわけではありません。特に雨がひどいのが、まあ今この時期ですね、9月、10月ぐらいがね、一番雨が多いです。で、その雨の激しい時期が終わったら、ぱったり雨が降らなくなって乾季に入ります。で、このね、9月、10月っていうのは、ほんとね、バケツを3つで、バケツをひっくり返したみたいなね、雨がガーッと降ってきますね。はい。で、まあ、その時期っていうのは、雨季の一番最後の頃ですので、その時に降る雨自体も多いですし、まあ、あとね、その前の雨季からずっとね、降ってて、土壌が水を含んでるじゃないですか。まあ、なので、この時期に、いわゆる洪水、洪水が起きます。まあ、ただね、バンコクは、まず大丈夫ですね。雨が降って、で土砂降りになってそれが排水できなくて一時的に道が川みたいになるっていうのはね、まあ、よく動画とかでもご覧になるかと思うんですけども、そういうことはありますけど、もう何週間何ヶ月ずっと水浸しっていうことはバンコクはないです。まあ、その前でね、バンコク水浸しにならないように止めてるんで、はい。なので、洪水になるのはバンコクではなくね、その上流にある、一帯がね、よく洪水になってますね。バンコクはね、まあ、もう物理的に無理ですよね。ほとんど標高差ないんで、海と。もうバンコク出たらすぐ海ですからね。はい。もうどうしようもないです。はい。で、雨季が終わりましたら、まあ、この10月の最後ぐらいから、その春までですね。まあ、ここが乾季でございます。で、雨も少ないですし、気温も比較的低いということで、この時期が、まあ、旅行に行くにはベストシーズンということになります。はい。なので、ホテル代もね、まあ、例えば最近あるアゴダとかね、まあ、ブッキングドットコムとか、オンラインのホテルサイトは、まあ、こまめに料金変えられるじゃないですか。まあ、なのでね、そこまでのことはないかもしれないですけども、まあ、契約レート、旅行会社が使ってる、旅行会社とホテルで契約してるレートですね。まあ、これはだいたい乾季のハイシーズン、11月から4月だったかな、3月だったかな、と4月から10月だったかな、のローシーズンと、まあ、だいたいね、2つに分かれてます。はい。なので、パッケージツアー、旅行会社のパッケージツアーでね、タイに行かれるっていう方はね、そのパッケージツアーは基本的にその契約レートっていうのを元に料金算出してますので、乾季の方が値段が高くて、雨季の方が、値段が安い、パッケージ料金、ツアー料金がですね。まあそういう形になりますね、タイの場合は。はい。まあなので、タイの旅行を楽しむ場合には、その乾季、秋から春にかけて、を選ばれた方がよろしいかと思いますけど、まあ雨季はね、そのツアー代金も安いですし、まあいろいろ雨が降っても楽しめる楽しみ方ってあるので、まあ、目的によってはね、雨季に行かれた方が、まあ、お得かなということもありますので、まあそれはね、皆さんの旅行の目的によってお選びいただきたいと思います。はい。で、ただしですね、なぜかその季節がね、逆の場所があるんですよ。マレー半島、タイ
バンコクとかがあってマレー半島ありますよね。マレー半島の東側、台湾沿いですね。そちらの方はなぜかね、雨季と乾季が逆なんですね。日本人がよく訪れる代表的なところはね、そこにある島はサムイ島でございます。はい、サムイ島は逆なんですよ。はい、まあなので、まあある意味ね、この雨季にタイのビーチに行きたい方はサムイ島に行けばいいし、寒気に行きたい方はその逆側のプーケットに行けばいいみたいなね、そう考えれば便利なんですけども、まあその寒い島とかね、まあタオ島、その間にあるパガン島とかね、ナコンシータマラーとかソンクラとかね、もうそのあたりはなぜか季節が逆になっております。あのタオ島なんかね、すごい綺麗なところで、私もものすごい好きなところなんですけども、以前ですね、世界の美しいビーチだったかな、島だったかな、ちょっと忘れましたけどね。まあ、それの、百選みたいなので、そのね、タオ島っていうのは、アジアで一番上でした。ベスト10に入っててね、世界でベスト10に入ってて、アジアで一番上。まあ、そんなね、綺麗な島がタオ島でございます。本当いいところですのでね、皆さんよければ、ぜひね、お越しいただきたいと思います。ちょっとこれからは、まあ、波とかがね高くなっちゃう時期になるんですけどもね、来年とか、お越しください。あのこのねタオ島についてはタオ島在住の、ホテル、まあ今はダイビングホテルのダイビングショップかな、そこに勤めてるミヤさんっていう方、日本人のねミヤさんっていう方が、まあ、ほぼ毎日そのタオ島の情報を発信されてますので、まあ、よかったらねそのミヤさんの、動画チャンネルを、ご視聴いただければと思います。はい、でまあ季節はそんな感じでございますね。はい、では次、続きまして、治安の方に、説明をさせていただきたいと思います。タイはですね、実はこの大使館、現地の日本大使館に寄せられる件数なのかな、か何かで、世界で一番ね、そういうその被害件数が多い国がタイなんですね。でまあそう思うとタイって治安悪いでしょうって言ってね、まあ思われると思うんですが、タイは治安はね決して悪くないです。はい、なんでねそういう被害件数が多いかというと、まあ基本的にもうもともとね、タイ在住とか旅行で行かれる日本人の数が多いので、被害に遭う件数もね、おのずと多くなるっていうことなんですけども、で、それともう一つ、その件数は多いんですが、タイっていうのはね、基本的に、ね、軽犯罪なんですよ。まあ、スリとか置き引きとか、まあ、あと詐欺みたいなね、まあ、ほとんどがね、そんな感じの犯罪でございます。まあ、ですからね、殺されたりとか、まあ、大怪我、ナイフで切りつけられたりとかですね。まあそういうことは、まずないです。まあゼロとは言いませんけどね。たまにタイで日本人が死にましたっていうのはニュースも流れますけど、ゼロとは言いませんけど、まあ、まずまずないですよ。はい。先日ね、ニュースでご覧になった方もいらっしゃるかと思いますけど、まあバンコクの中心街で子供って言っていいのかな、が、まあ拳銃発砲して亡くなって、方もいらっしゃいましたけども、まあそういう事件っていうのはね、まあ、本当まれですよね。はい、でそういう被害に遭うっていうのもね、まあ、ごくまれです。こっちが普通に行動してればですよ。酔っ払った人ねとかをね挑発とかしたら刺されるかもしれないですけど、まあ普通に行動してればね、まず危ないことはないですよ。夜ね、一人で、歩いてったってね、まあ別に安全ですしね。はい。まあとは言っても、まあ女性の方ね、女性の方はやはり、夜暗いところを一人歩きするっていうのはね、まあ避けていただいた方が、賢明ではございますけど、まあ基本的に夜一人でね、道歩いてたってね、なんか、特に、刺されたりとかっていうことは、まずないです。はい。ひょっとしたら日本の方があるかもしれないですね。そういう可能性って刺されたりとかね。はい。
で、先ほども言いました、軽犯罪は多い。軽犯罪は多いです。まあ、スリとか置き引きとかね、まあ、詐欺とか、ぼったくり、ぼったくりも犯罪に入るのかな、わかんないですけど、そういうことは多いです。ですのでね、持ち物とかには十分ご注意ください。人がたくさん歩いてるところもね、あります。で、特に今はね、まあ、やはりコロナがあって、まあ、コロナの間収入がなかったという方もたくさんいらっしゃいます。ですね、タイ人だけじゃなくて、そういうね、金がない外国人も、バンコクとかね、まあ、タイにはたくさん来てますのでね、まあ、そういう、やからが、まあ、スリとか詐欺とかね、したりしますよね。まあ、変な人には声かけられても、ついていかないようにっていうのが必要かと思います。で、ぼったくりに関しては、まあ、私ね、別の動画でちょっと投稿させていただいたのがあるんですけど、まあ、タイでの買い物に使えるタイ語の紹介だったかな。まあ、その時にね、ちょっと、話させていただいたんですけど、まずね、まあ、例えば、まあ、ある商品でも何でもいいです。自分がこの値段だったら買っていいなという金額を、まあ、決めてください。で、それ以下だったら買う。もうそれ以上だったら買わない。買わない、使わない。もうね、それを決めていただいた方がいいです。で、自分が、まあ、この値段だったら買ってもいいなーっていうね。で、それより安く買うことができました。だったらいいじゃないですか。で、ひょっとしたら、その後ね、それより安い店見つけるかもしれないですし。誰かがね、いや、それそんなにしないですよ、とかね、なんか、ネットとかで、なんか言ってくるかもしれないですし、かもしれないですけど、まあ自分はこの値段だったら買ってもいいと思ってたんだから、もうそれで買う。それより高いんだったら、もう買わない、使わない。もうね、そうしていただいた方がいいです。まあ、ぼったくりとか言いますけど、もう無理やりね、強引にその金を要求されたみたいなね、ことっていうのはね、まずないですよね。ちょっと怪しい風俗店とかね、そのぐらいしかないと思います。なんだかんだ言っても最終的には、自分がその金額でいいですよっていうことで、まあ、ある意味契約をして、買うなり利用したり、されてるわけなので、それをぼったくりというのかどうかなんですけども、まあ、なんでね、自分がもうこの値段だったら、買っていいなっていうね金額を決めて買うか買わないか使うか使わないかをね判断していただければいいと思います。まあ日本人はねノーと言えない日本人とかね言われるじゃないですか。で相手もまあ日本人はノーと言わないっていうのを分かってて、あえてそういう交渉高値の交渉取引をしてくる、人もいます。まあなんで本当にね、自分でそのラインは決めて、まあそれが嫌だったらあくまでも買わない、使わないというね、ことを徹底していただきたいと思います。で、日本人がなぜぼったくられるかっていうのは、まあね、理由もあるんですけども、それはちょっとね、長くなるので、別動画にしようかな、その別動画でね、ちょっと出そうかなと思います。はい。で、続きましてね、交通マナーですね。交通マナー。他の、動画投稿されてる方もね、まあ、結構多いかと思います。タイは車優先だから、って言ってね、道を横断するときとはね、気をつけてくださいってね、投稿されてる方もね、多いと思います。ほんとね、突っ込んできたりしますのでね、道渡るときには十分注意をしてください。で、自分は、注意して渡りましたと思ってるかもしれません。日本ではそれで注意したことになるけど、タイではそれでは注意をしてるうちに入りませんよっていうのがねあるんですよ。はい。まあこれをね特にね注意していただきたいと思いますけどね。まあやはりバンコクとかの街中にいると、歩いてると交差点渡る時がありますよね。交差点赤信号だから待ってました。青信号になりました。
はい、青信号になりました。車見たら、あのね、車線見たらね、車止まってます。うん、止まってるから大丈夫だ。じゃあ行こう、ガーンということがあります。はい、それはなぜかというと、日本ではそれで大丈夫なんですけど、タイではそれでは大丈夫ではないからです。タイのね、まあ主要な道路っていうのは、だいたい3車線ぐらいありますよ。まあ2車線とか3車線とかありますよね。はい。で、信号が青になりました。うん、車止まってる。車は来ない。ちゃんと止まってます。真ん中の車線、車止まってます。奥の車線、中央車線、車止まってます。手前の車線、車いません。そういう時に来るんですよ。まあそれか車が来てるかね。車真ん中止まってる、奥止まってる、手前車が来たけど当然その車止まるよねと思いますよね、日本だったら。あのタイっていうのはほとんど大半の交差点が赤信号でもね、左折ができるんですね。なんでその場合、手前の車線に車が走ってきました。その車止まるよね、いや止まりません、それ左折かだからです。はい、そういうことがねございますのでね、道を渡るときには十分気をつけてください。特に一番手前の車線、車バイク来てないかというのをね、十分確認してから横断を始めてください。はい。であとね、まあ、これこれ大臣ね、おかしいと思うんですけどねまあ、例えばこれ道歩いてました。でね、脇横道があるとするじゃないですか。自分がそこを横断しました。この横からね、まあバイクが来たとしますよ。で自分歩いてる、あ、タイミング的にはちょうどぶつかりそうだなーっていうね、タイミングありますよね。まあ日本でもありますよね。まあ日本だと、まあバイクもありますけど、まあ自転車とかっていう場合もありますよね。あ、これちょっとタイミング的にぶつかりそうなタイミングだなっていうのはあるじゃないですか。で、その時ね、日本だったらどうなります?私はこっちに歩いてます。横から車が、まあ自転車なら自転車が来ました。そうすると、自転車っていうのはね、後ろ通ってきますよね。自分こっちに歩いてる、進んでるんで、自転車後ろ通ってきますよね。なので歩いてても大丈夫ですよね。タイは違うんですよ。タイは自分が進んでる、バイクが来た、ぶつかりそうなタイミングだな、いやこっちに行った方が絶対楽なはずなのに、無理やり前側からこう行くんですね。こうやって行くんですよ。なんでね、そういうタイミングになったらもうちゃんとね、見てて止まるなりなんなりしないと、うぅー行きますからね。例えば、じゃあ、まあ、直角、まあ、さっきの場合直角の場合ですけど、斜め後ろから道がで、来てる場合とかあるじゃないですか。斜め後ろから来てます。私はこっち歩いてる。こっちから来ました。当然日本だったらこうですよね。こうですよね。それをこう来た車がこうやっていくんですよ。もうほんとね、ちょっと言ったらあれですけど、もう私もうほんとね、タイ人ばっかじゃねえなって思うんですけどね。まあそういう、まあ交通運転をねしますので、本当にね、歩くときは、十分気をつけてください。はい。はい、続きましてね、まあ、交通に関して、バンコクでですね、行かれる方ですね。バンコク行かれる方で、まあ、市内の移動、基本鉄道で、移動されるっていう方も多いと思います。高速高架鉄道のね、BTS というのとね、まあ、あと地下鉄っていうのを走ってるんですけども、地下鉄、まあ、BTS と地下鉄にはね、IC カードがあるんですね。で、ここにあるけど、まあ、これ、ラビットカード。ラビットカードっていうのがね、まあ、これが BTS のカードです。で、この M って書いてあるのがね、まあ、これが地下鉄のカードです。これ、まあ、それぞれ別々なんですけども、もし、このまあ BTS なり地下鉄なり、まあ、何回かね、
乗られるっていう方ね、まあ、これはその方はね、このカード買われた方がいいと思います。あのデポジット入れますけど、払い戻しの時に確か戻ってきたと思うんですけどね。はい。で、まあ、例えば、乗るのが2、3回ですっていうね、方。まあ、その方はその都度、切符買っていただければいいと思います。まあ、5回以上乗るとかね。まあ、BTS なら BTS を5回以上乗る。地下鉄なら地下鉄5回以上乗る。ぐらいの方だったら、このね、カードね、買われた方がよろしいかと思います。まあ、それはね、なぜかと言いますと、切符買うときに、まあ、自販機なり窓口なりで買うんですけども、まあ、非常に混むんですよ。大体あの特に、日本人旅行者が、利用されるのっていうのは結構ね、乗り降りの多い駅が多いじゃないですか。それがねものすごい混んだりしますのでね、まあ、時間もったいないので、これを買ってで、終わったら払い戻すみたいなね形にしていただいた方が時間の短縮かなと思います。はい。で、続きまして食事についてねお話をさせていただきたいと思います。食事でございます。まあタイは食事、まあタイの食事は基本的に地元の食事はタイ料理なんですけども、あの食事特にねバンコクとかだったら何でも食べられますよ。まあ、外国行くとね食べ物かねっていうあの心配の方いらっしゃいますけど、いらっしゃいますと思うんですけどね、もうバンコクなんか日本食なんかね全然不便ない、どこでも食べられるみたいなね、もうちょっと言ったら大げさですけど、まあそのぐらいの感じでね食べられますよ。で、まあ私は愛知県に住んでるんですけども、名古屋よりもバンコクの方がいろんな日本食、北海道から沖縄までいろんなもの食べれるよねって、まあ正直そんな感覚でございます。まあなのでね日本食食べるのもね、まあ、不自由ないと思います。まあ、金額ね、さすがに日本で食べるよりはちょっと高いですけどね。まあ、ただ他の外国みたいにね、日本食食べるのにむちゃくちゃお金かかるとかね、そんなこともないですしね。はい。で、食事の、何から話そうかな。マナーについて話そうかな。ですね。タイの食事ですね。タイ、まあ、タイだけではないんですけども、まあ、まず、汁物すすらないっていうのはあるじゃないですか。それはご存知の方も多いと思うんですけど。で、あと、タイの場合、まあ、他の国でも同じですけど、皿なの、平皿。基本、平皿です。平皿なので、食器を持たない。これ多分、持つ方が少ないと思うんですけどね、日本。お筆頭に日本はこう持って食べるじゃないですか。タイは持ちません。スープも持ちません。食器持ち上げる人は走らない人という感じです。はい。ですのでもう皿もお椀も置いたまま、食べます。はい。で食べるのはですね、これね慣れるとものすごい便利なんですけどね、基本的に右手がスプーン、左手がフォークなんです。で、まあ、右と左あるんですけど、まあ、ほぼね、スプーンが ほとんどです。スプーンが ほとんどで、フォークはフォローみたいな感じですね。はい。で、まあ、例えば日本でね、チャーハン食べたりするじゃないですか。皿に入ったチャーハンを食べます。スプーンで食べます。まあ、チャーハンじゃなくてもいいですけどね。そうすると、最後の、ちょっと何粒かあってね、取りにくいですよね。非常に、なんかこうやっても逃げられて。まあ、なのでね、例えば、スプーンを置いて、フォークで寄せるとか、フォークで押さえて、スプーンですくうとかね。まあ、そういう感じのね、使い方をします。なのでね、これ、慣れると本当便利ですよ。一回やってみてください。で、ナイフはありません。あ、もちろんステーキ屋とかそういうところ、西洋系の店に行けばナイフ出てきますけど、基本的にね、ナイフはありません。で、スプーンのね、スプーンのこの縁、ヘラっていうの縁、そこでね、こう切るような感じですね。もし切るのであれば、はい、まあ、フォークで押さえて、スプーンで切るみたいなね、
はい、でフォークはね、先ほどまあほとんど使わないって言いましたけど、例えば、欧米であればナイフで切ってフォークで食べるじゃないですか。でも、タイの場合はこうスプーンで切ってスプーンで食べます。なので基本もうスプーンだけですね。はい、で汁物の場合は、汁物はお椀で、出ますので、お椀で、まあ、レンゲみたいなのでね、すくって食べますね。はい、で箸も使います。麺類なんかは、基本箸ですね。なので麺類なんかですと箸とレンゲみたいな感じですね。なのでまあ日本と同じですね、ほとんど。はい、まあ、そんな感じでね、食事をいたします。支払いは、基本テーブルです。テーブルで注文してテーブルで支払いです。はい、テーブルにね、まあ最後呼べばね、来て、まあいくらですというか、まあいくらって書いた紙持ってくるので、そこで支払いをいたします。一部ね、日系のところは違いますね。例えば吉野家とかすき家とかね、というところは入った時にレジで注文して、注文した時にお金を払うっていうね、形になりますけど、であと日系のチェーン店だと、食べた後に、まあ、日本と同じ伝票を持っててレジで支払いっていうところもありますけど、基本的にはテーブルで注文してテーブルで支払いということになります。はい、であとね、食事に関しては、チップか、チップですね。チップ払う店と払わない店があります。どう違うかというとね、簡単に言えば高い店がチップ払って、安い店はチップ払わない、いらない。まあ本当大雑把に分ければね、まあそういう感じなんですけど、どういう店でチップ払って、どういう店でチップ払わないかっていうのは、私もね今まで説明ができないかったんですよ。もう自分はもう感覚でというかね、で、あ、ここはチップ払う、ここは払わない店って分かったんですけど、それを口で分からない人に説明するっていうのは、どうやって説明をすればいいのかっていうのをね、分からなかったんですけど、なんとそれを最近発見しました。発見したというかね、気づきました。チップ払が必要な店といらない店っていうのは明確にここが違うっていうのがね。で、それはチップに関してはまた別動画にしたいと思います。こういう時はチップがいりますよ、こういう時はチップいりませんよっていうのはね。はい、まあ、チップというカードに関して別動画にしたいと思います。タイのチップっていうとね、必ず論争みたいになるんですよね。というのは、タイのチップっていうのは額が決まってません。どっかの国みたいに支払額の 10% とかね、決まってないんですよ。相場も決まってません。あ、まあ正しくは決まってます。こういう店でこういう人だったらこういう相場っていうのはね、まあなくはないんですけどもね。はい、なので必ず荒れると思うんですが、まあそのね、チップの件は別動画にしたいなと思います。まあ需要があればですけどね。はい、まあ、そんなところですかね。はい、ということでね、まあ、今回、タイ旅行の基本、ちょっと長くなりましたけど説明をさせていただきました。まあ、これね、タイ旅行を行かれる際ね、特に初めてタイ行きますよという方ね、参考にしていただければ、参考になれば幸いでございます。ではご覧いただきましてありがとうございました。コクマカ、サワディーカー。